動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。輝く未来を君と見たいから、ウマ娘プリティダービーやっていきましょう。前回ですね、魔王の正体が分かり、で、魔王との決戦が始まり、で、ウマ娘本来の力で、勝負を決めようということで、1対1回ファンタジー記念レースが開催されるわけなのですが、ここは幻想世界ウマネスト、ただのレースでは終わらないかもしれないぞ、つうことで、やっていきましょう。そうなんだ。占いおばは、実況の人だったんだ。すげえノリノリだな、占いおばは。おお、いきなりじゃが、不吉な予感。さあ、白馬娘一斉に。ゴルシ、なんか仕掛けたな。それはやっちゃダメだろう、ゲートが開かないっつうのは。何でもありすぎる、それはちょっとやりすぎだろう。馬、これもう戦闘員ですね。ああ、ちゃんと格闘としての動きがありますね。そりゃあね、全力で走りながら格闘もしなきゃいけないっていうわけですからね。ただこの調子でゴルシに追いつけるかっていう話なんですけどね。ああ、そういう風になるのか。アースクエイクってルビー振っときながら地震っていうのやめてくれる。ちょっとしょぼくなるんだけど。瞬間移動ホールトリックってなるのか。結構でかい魔法をかけるね。させません。防御呪文スタープロテクト。どうだかせ、まとめてぶっ飛ばしてやるぜ。メグアッコーン。さらに上を行く大魔法。この光景ね、育成イベントでいつよく見たことがあるよ。エル、死んでしまうとは何事ですか。馬デカルドで遊んでいる場合ではありません。馬デカルド。死んでしまうとは何事ですか。死んだの。あ、コンティニューですね。はい。馬デカルド、馬ネストって確かあれですよね、元がなんかありましたよね。他のゲームでなんかありましたよね。何ネストだったっけ。ネストであることは間違いないんだ。あ、忘れた。デイズナチュラル。まだまだ。HP が1ぐらいは1ぐらいで復活するとかそういうやつ。
ウマッシュ。ビッグバンウマッシュ、ビッグマンスマッシュ、ベジータの技だっけあれ。あ、そうか、ビッグバンアタックだ。そんなにでかい重いものだったっけ。スーって吸い込まれてったな。すごいね、この描写はすごいね。あとは純粋な体力勝負ですね、根性と執念。そこ突っ込んでやるなよ。雰囲気を出してんだからさ。負けはしたが、このままただの屍になってたまるか。見てろよ。ちょいちょいドラクエ挟んでくるよな。はい、というわけでリトライというわけでですね、第7話ラスボス覚醒来ましたね。第2形態ですね。さあ見ていきましょうか。普通に空から戻ってきたんだが。大丈夫ですか？あなたの勝利ちゃんと見ていましたよ。ブラックホールに飲まれながら。笑顔で言うことじゃないよね。ブラックホールに飲まれながらちゃんと見ていたっていうの。案外余裕だった。シュレッドタフですね、クラス姉さんも。あ、そうだよな、マッチョス。どうかな、ゴルシのことだからな。いるだろうがよ、すぐ目の前に。お前らには見えねえのか。いません、目の前にいるのは馬王ゴルシと馬王城があるだけです。馬王城があるだけ、こいつまさか。マジか、お前マジか。本日ですね、今これを撮ってる本日が7月10日の土曜日なんですよね。
人参で動くの？さあ立ち上がれゴルチちゃん、お前の第四形態を見せてやれ。一気に飛んだな。 1,2,3 は？ 1,2,3 の形態は？すげえすげえ、あの人参が横に刺さってんだけど、でゴルシも完全に顔がさそうかそうか、ゴルシ城動いちゃったかあのですね、先ほど今日がですね7月10日の土曜日と言ったわけなんですよ。で土曜日といえばですね、大の大冒険のアニメがですね朝からやっているわけです。で7月10日のあの今日、この回、本日の回ですね、あの大の大冒険で魔王軍が、魔王軍の本拠地である祈願城がですね祈願城が大たちの、元に自ら攻め込んできてるっていうですね回になりまして、ちょうどですね本日その祈願城がですねこのように本格的に動き出してる動き出してる回になりまして、戦闘の回になりましてね、まさかこっちでも城が動くとは思ってませんでしたおー、めちゃくちゃ偶然ですね。ちょうどテレビの大の大冒険で祈願城が攻めてきて、でこちらではゴルシ城が攻めてくるっていうね、なんかすげえタイミングだな、すげえタイミングに俺はこれをやってるんだな。これもしかしてさ、大の大冒険のさ祈願城のオマージュとかじゃないよね。まあ城が変形するロボットっていうのはいくつかあるんだけどね、うん、でも RPG とかそういうので言ったら一番近いのが大の大冒険ぐらいかなっていう。やめろよ風雲竹市場はクソゲーではなかったと思うよ、多分俺の記憶の中ではな。風雲竹市場自体はバラエティ番組なんですけども、なんかそれを題材にしたゲームとかがいろいろありましたけど、多分それは確かクソゲーではなかったような気がする。ただ竹市の挑戦状はクソゲー、自他ともに認めるクソゲーでしたけどねそうだね、大の大冒険でも大砲でも倒せなかったからね。大砲を食らって外壁が崩れて真の姿が現れたぐらいだからね。姉さん方、我が娘のパワーでどうにかなんないっすか。多分これはどうにもなんないだろうね。この時にマッチョスが活躍すればもうすごい熱い展開にはなったんだけど、この予言がまだ続いているというのかい？言うのかい？生来の雷、あれが馬娘本来の力の延長上にあるものを指し示しているなら、レースのまだレースでは終わりではなかったのか。雲上より下界を見下ろし、生来の雷にて。
ないかの薬は。ここでマッチョスが活躍するのか。まあ活躍するって言っても薬渡すだけですけど。あ、はい、これですか。もっとです。あるだけ全部出してください。あるだけって、そんなに飲んだら鼻血ブーで一瞬でヘブンヘイムへ。ヘブンヘイムって、あ、そうか、普通の人はヘブンヘイムっていうのか。あれ、さっきのはあれ、ウマヘイムだったっけ。違うか。普通のヒューマンならそうでしょう。しかし、ウマ娘なら耐えられる。早く。なんかこのイベントで次々とウマ娘の身体能力のヤバさが伺えてきてるな。続々と出てきてるな。グラスが筋肉もりもりのマッチョマンになるのかい。マッチョウマ娘になるのかい。グラスでっかくなっちゃったの。そういう方向でいく。ニコニコ動画でニコニコ動画のマッド作品でウルトラウマシリーズっていうのもあるんですけど、まさしくそれじゃん。あれ何見たっけな、ウルトラウマダイ、ダイワは見たな。すごいね、笑顔が怖いね。ゴルシ、これはちょっとチートすぎるだろう。あれハイグレードなの。やべえ、じゃあバンダイに作ってもらわなきゃいけないじゃん。ね、プレバンで限定でもいいから作ってください。怖え。いいところって。そうか、伝承こういう結果か。これはちょっと予想外だったな。俺さ、てっきりさ、本物の会長が現れてさ、ゴルシを叩き起こすのかと思ってたんだけど、全然違ったな。全然予想のはるか斜め上をいっちゃったな。これだよな、滅びはもう確定したんだよな。滅びはわかりますけど、閲覧って。ゴルシは震えておられる。マッチョス、閲楽ってそういうことか。マジで先ほども言ったように4月10日土曜日なんですよ。
でさっきはね、あのゴル市場の関係で大の大冒険でもその回ね、祈願城が祈願城が出る回だったっていう偶然があったんですけども、本日ですね、ウルトラマントリガー放送日でして初放送でして全く偶然にですねウルトラマンやってたんですよね、おー、まさかここでもウルトラマンネタが出てくるとは思わなかったななんだこれ、なんだこの偶然は。全部網羅、土曜日、7月10日の土曜日全部網羅してるじゃないか。本当にウルトラウマになったな。ダイバースカーレットじゃないけどウルトラウマになったな。はいや。倒れたんじゃねえよ。横になったんだよ。その脚力ならさぞ効くだろうと思ってな。ほれ、ここ踏んでくれ。ここ。この肩のあたり。今の威力ならこの前の雷よりよっぽど効くだろ。ここでしょうか。ああ。ああ、これも予想外な方向に来たな。そうか。俺、マッチョスのさ、薬を飲みすぎて、ね。変調をきたして、倒れるのかと思ったんだけど、そうか。単純にこれ親が子供にさ背中踏んでもらってマッサージしてもらうっていう感じじゃないか。確かそれね、みんなの歌でね、所ジョージが歌ってたっていう。所ジョージだったっけ。お父さんの背中でツイストツイストグリグリっていう。おお、滅びとともに閲楽が救われた。これで世界は救われた。最後がそのマッサージって知らなかったです。ヒーラーって肩こりも癒すんですね。多分直し方が違うと思うな。こんな大規模な直し方じゃないと思うな。え、そりゃエラーも起こすって。はい、じゃあ最後第8話行ってみましょう。にゃー、いやー、ほぐれたほぐれた、ほぐし明太子なみに。理事長、くな、このマッサージマシーン。そうか、ゴールドシップはマッサージマシーンの手で入ってたんだな。そして猫、ここで喋るの。その前に怒ることがあるだろう。まったく、とんだ話だったわね。それで、グラスさん、エルさん、無事なの？平気です。ご心配ブエノ。とっても面白かったです。でも、キング、言っときますけど、エルは世界最低なんかじゃないですから。違う、キング違いだから。それはキング違いだからね。そこのキングに行ってもわけわかんないからね。はあ、ねえグラス、エルは最低じゃないですよね。キングレイジョーはあんまり活躍しなかった割にはエルコンドルバサーに致命的な一撃を与えていったね。最後の一撃、美味しいところはグラスに持っていかれました。
のに、なぜ？スキルなんていりません。どんなレースでも最後にものを言う、ウマ娘のラストマジックは自分の脚力と体力で。確かにそうだよね。これをちゃんとレースの時に発動してくれればね。違うかな。いい風に締めてるんだけど、違うかな。飛び抜けた脚力はわかる。大量のポーションにも耐えうる耐久力というのは違うかな。まあ確かにそうだけどね。確かにそうだけど、なんだろうな。何かが違うんだよな。魔法が舞い飛ぶ世界でも、エルはただ一つ変わらない力を示してくれました。そしてウマ娘が命を落として求めるものはただ一つ、勝利のみ。たとえ我が身の危機にあろうとも、走れる者はゴールを目指せと願う心もまた不変。まあ立派な志ではあるもののね、ウマ娘の運命としては、ただちょっと難儀な運命かなって思ってしまったりするところもあるよね。我が身に危機があろうとも、走れる者はゴールを目指せと願う心ね。たとえ世界はファンタジーでも、私たちが示したものは幻想ではありません。そうですね、エルも本気で走りました。こっちの世界のレースと同じように。現実世界には文句が使え、ヒーラーが信奉する白き女神はいません。でも代わりに、文句が使え、ヒーラーが信奉する白き女神、勝利の女神を信じて走り続けましょう。目指すものはいつでもどこでも同じです。せい、その通りです。白き女神ってなんだ、最初に出たっけ。まあいっか。ほう、今回は予期せぬ軌道となったが、今回さらなる世界とコネクトできるよう開発進行中。コネクトですか。コネクトですか。はあ、そうですか。コネクトできるよう進行中ですか。はあ、これはあれかな、匂わせかな。この機能やっぱり拡張予定なんですか。やっぱり拡張予定なんですかっつって。ということは、今後他のやつとのコラボがしやすくなるということでありましょうかね。また暴走救済のプログラム仕込んでおかないと。強制停止なんて危険だから許してくれそうもないし。タズナさんの苦労が増えるな。そうなんだ。あの伝承って、タズナさんがエルとグラスを助けるための救済処置だったのね。何か言ったか、タズナ。独り言です。まあ暇つぶしにはいいかもね。次回もこうご期待ってことで。ガンガンにあれだな、
伏線を張り巡らしていくな。さて、次なる挑戦者は。次？はいはいはい、次もやります。エルがやりたいです。もちろんグラスも。エル、もう十分に遊んだでしょ。ここ重要ですね。グラスと遊び足りないっていうね。理事長、レンコインしてもいいですか？この機械、メキシコペソも使えますか？メキシコペソは使えないな。日本円で頼むね。エール、帰りますよ。トレーニングがあるでしょ。っていうか、レンコインって。ゲームセンターでダダをこねる子供と、それを、止めるお母さん。完全にお母さん。そんな、何、お母さん枠って言ったら、スーパークリークがいたんですけどね、それよりもお母さんしてますね。ね、ほら、通信エラーが発生するほどお母さんですよ。で、これでゴールドシップ受け取りました。はい、ウマネスト全ストーリー見ましたね。まあでもね、当初の予定と当初思い最初の時点で思い予想していたラストとは全く違う形で持ってきて、でまあイベントが最終日最終日近いんで今のうちにそうね、全部やっと見とかないとねって思って始めた本日土曜日がですね、まさかこのようにつながってくるとは思ってませんでしたね。いやー、でもね、これからその VR 馬レーター、あれですね、今後このコラボ企画の、他のゲームとのコラボもするぞっていうちょっとそういう予感を、完全にさせるようなものでしたね。で、一番近い、まあやっぱり最初に無難にやるのがあれかな、サイゲームス関連の、ゲームでしょうね。で、ここからは多分来るんじゃないかっていうのが、最終、8話でコネクトの準備をしとかなければみたいな、ことを言ってたので、コネクトが来るんじゃないかなっていう、近いうち、早いうちに、早いうちっていうか、最初の、にはコネクト来るんじゃないかなっていうのが個人的な予想ですね。ただ私そのコネクトはやってないので、どんなやつなのかは知らないですけど。あとなんだね、個人的に来てほしいものって言えば、やっぱりここはね、やっぱウマ娘ね、配信当初結構あったのが、配信当初かな、ウマ娘がその企画が発表されて当初あったのが、牧場王ですね。緑の牧場王とね、二次創作なんかで、ね、緑の牧場王とかね、そのパロディとかやってましたんで、ここはちょっとコラボで来てほしいかなっていうのね、見たいっていうのもありますね。あとシンデレラグレイ、ああ、でもあれはコラボになるというのかな。シンデレラグレイは普通にイベントストーリーで、来そうな感じはしますけどね。で、あと、あれですかね。これ、ちょくちょくですね、仮面ライダーのネタが、ちょくちょく入っていたりするので、特に一番明確なのが、シアマゾンですね。あっちの方とか。
で最近仮面ライダー自体も他のゲームとかパズドラとかモンストとかでもコラボレートはしてるので、仮面ライダーも来るかなって。あ、でもいやー、それはちょっと難しそうか。うん、まあ基本的にはあれですね、ウマ娘に近い感じのジャンルのゲーム、あとサイゲームスのゲームとかね、そっちの方が来るんじゃないでしょうかね。なんだろうね、今のところ馬コラボで言ったら、やっぱ牧場王が一番近いでしょうかね。あとなんだ、実際に競馬、JRA とかでのコラボとかは、まあいろいろめちゃくちゃなコラボやってますから、そのあたりとかも来るのかな。でもガンダムとかのコラボ来られても、どう対処してはいいの、対処していけばいいのかという。馬って言ったら、そこ風雲再起しかいないぞっていう感じになりますけどね。さあ、これからこの VR 馬レーターがですね、この、馬娘に対してどれだけ、生きてくるのか、実際に本当に VR 馬レーターを使用したコラボがこう生まれるのか、出てくるのかっていうところも見どころですね。はい、というわけで、幻想世界馬ネスト、イベントストーリーすべて見ました。あとはですね、ゴルシのですね、サポートカード、あれを貫突、するまで育成回していきたいと思います。で、この後ですね、イベントストーリーが終了するので、イベントストーリーは、しばらくないと思うので、メインストーリーの方を、ちょっとですね、収録がずれ、前後してしまったんですけども、やっていきたいと思い、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、バイバイ。